討ち取ったり見事だ。ローマ打ち払うべし。トラガニ匹にルーが行く。獅子と魔王とおまけにお猿さんが加わっちゃったら、さすがにもうお腹いっぱい。お猿さんに一杯食わされちゃったかね。しまった、出てみろ。万全の獲物に気を取られすぎたか。今が好機だ。締め出されたやつらを潰せ。城内の味方と合流したいところだが、門を開ける方法がねえ。城外にある穴を手に、それを用いて城壁を打ち破って。門を通らず壁を壊すだと？アホな考えだが悪くねえ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。超死ぬ入る。清盛のおっさんに無理言ったんだ。めっちゃよ。きっちり働いてお返ししてくれよ。ちゃんと俺の妖力を込めたその体、そっちがありゃ負けねえだろ。尻を剣斬。見つけたぞナタ、俺と勝負しろ。ここで両夫の登場とは、ますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる闘争を楽しむ。やりおる。孫悟空様のお出ましだ。さあ覚悟してもらうぜ。猿と戯れよう。いざ参る。参る。時計、その狙いはナタ一人。貴様ら雑魚に用はない。いい働きだ。超死竜剣山、圧敵をなさん。超死竜剣山、せいや勝負。熱戦。まだだ。また俺は諦めるな。せいや受けてみろ。敵将打ち取ったり。ありよう。せいや受けてみろ。せいや、分身の術って使えたら便利だろうな。分身を働かせれば俺は寝て暮らせるし。お前なら分身も寝てそうだけどな。おや、妖術か。簡単には開かなそうじゃな。
強き者の不要。守れずば勝利はない。心せよ。これはちょっとまずいよね。ヤシオオリを守らなくちゃ。